ワンダートのナスです。声ちっさ。さっきと全然違うじゃん。疲れちゃった。毎度毎度ワンダートのナスです。マッキーです。ヨーです。ワンダラス今年8周年を迎えます。ありがとうございます。そこでなんと大阪だけのスペシャルライブが決定いたしました。しかも初の野外ワンマン。そして今も野外お、豊祭2015 in ヤオン八の巣8周年スペシャル、ありがとうございます。8月8日土曜日、大阪服部緑地音楽堂で、ここで、はい、どんなライブにするのかね。どんなライブにする。いや、まあ8周年もあり、野外もあり、真夏ですよ、真夏ですよ。まあね、まあびちょびちょにはなってほしいよね。そうね。あら、いやらしい。そうかと思ったよ。いやいやいや、そういう意味じゃない。だから俺が一番最初に受け答えしたんだけどね。まあね、まあいつもいつもね、毎回こういう蜂の巣とか、なんかちょっとスペシャルな、特別なこうワンマンだとかなんかあったあるたびに、はい、僕らはまあ、いや今回はまたすごいぞとか、うん、今回はな、まあ、いつもと違うよとか、うん、まあなんかっていう風な感じで、うん、まあまあドリーミングツアーを来ていただいた方はもう特に、はい、ご存知である何が起こるかわからん、自分らでも何ができるかわからないようなことをたくさんしてきたと思いますけど、うん、はい、もうそろそろやったれと。何をもうそろそろということは、もうそろそろおいと温めておいたんだね。なんだおいと、もうそろそろ出しとかんかいと言われてますよ。そうですか、各方面から。だから各方面からやっぱりこうね、うん、ハードルはできるだけ高くして飛び越えようとしよう、バンドラフト。うん、今回はまあこうこれやるよ何やるよ宣言は特に、しておりませんが、うん、まあもう来てくれたらもうね、うん、なるほどっていう感じ、まあもうそうね、もう間違いなく楽しめるライブにはなるじゃないですか。なるほど、間違いなく楽しめるライブにはなる、うん、聞きました皆さん。聞きましたね。マッキーがなんかヨーヨーしてるよ。ヨーヨーしてるよ。いやいやいや。これはもうさすがマッキー。いやいや、今回の、はい、ライブ、服部緑地ですけど、うん、まあ天気は関係ないんですかね、これは。あ、雨の日も雨天も、ね、警報とかが出ない限り大丈夫。嵐とかじゃなきゃね。そういったちょっとね、天候にもあんまり関係なくやれる野外音楽堂ということで、はい、この間ちょっと偵察に行きましたけど、うん、まあ本当に野音ですね。まあ野音、まあそうだよね。ね、ちょっとああいうところちょっと初めてなんですけど。はい、まあ全国から、うん、来てほしいなと。はい、そうですね、待ってます。おいます。まあ普通すぎてなんか面白くないんですけど、逆に何かあったらFacebook を見てくれてる皆さん、はい、うちのね、ボーカルの亮が Facebook やっておりますので、質問なりなんなり全部俺にね、むちゃぶったな。全部 Facebook 上で解決してほしいなと、はい、思います、うん、多分50件に1件ぐらい返ると思う。そうだね。ぜひどうね、うん、そのスペシャルなライブ楽しみにしていてほしいなと思います、はい、それ以外にもただいろんな方面今後もライブをしていきますが、またアルバムもね、うん、発表だったり、はい、作品の方もどんどん仕上げていろいろ突き進んでいこうと思うので、8周年の今年真夏8月8日、はい、がっつりとみんなで盛り上がりましょう。盛り上がりましょう。そんなところでいいですかね。あ、そんなところでいいですか、はい、よし、それでは最後に、お、がっつり締めてください。はい、お願いします。皆さん、8月8日、ヤオンで待ってます。